い、皆さんこんにちは、今日は9月7日金曜日、やさやさアンテーナ、間もなくスタートします。今日もごめんなさい、オムリンさんはお休みです。今日はね、お仕事のためにお休みです。はい、スタートしました。今日も1時間よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。9月7日金曜日、 FM にらいやさやさアンテーナ、パーソナリティのさこです。はい、今日もオムリンさんはお休みでございます。やっぱり2週連続になってくると、さすがに寂しくなってきましたねオムリンさん早く戻ってきてという感じなんですが、今日は先週は遅い夏休みだったんですけども、今週は仕事でね、どうしても抜けられないということで、私一人でやっていきます。はい、なんかやっぱり緊張しますけども、どうぞ皆さん温かい目で見てやってください。話によると来週もなんかお休みかもしれないです、オムリンさん。とりあえず今週はお休みで決定なんですけど、来週はね、またもしかしたらお休みかもしれないということでお願いします。はい、私3週連続一人でやるのなんだかドキドキするけど、どうしよう、乗っ取ろうかなこのままオムリンさんの番組アシスタントのはずなのにいや、だからね、戻ってこないと乗っ取っちゃうから、早く戻ってきてね、オムリンさん。ということで今日は、はい、この FM 二来のスタジオから一人でお送りいたしますので、皆様からのメッセージも待っております。よろしくお願いします。さあ、今日天気予報から行きたいところだったんですけれども、今日はやっぱり今週はあんまりにもいろんなことが日本ありまして、ありすぎて、ちょっと私も今日番組始まる前、少しね、何から話せばいいのかなってすごく迷ったんですけれども、まずはそうですね、台風21号の話からいきましょうか。関西方面をね、直撃した台風21号、記録的な暴風や高潮となって、関西国際空港では最大風速 46.5 メートルを観測したそうです。はい、でその台風による、関空ではね、浸水被害があったので、その、浸水被害のために4日から閉鎖が続いていたんですけれども、国内線の運航を7日に、部分的に、再開し、 LCC のピーチが仙台線や那覇線などの計17便、日本航空が羽田線の往復計2便を運航すると発表したそうです。はい、再開第1便はピーチの午前11時50分関空発新潟行きとなるそうです。はい、関西の経済に大打撃なんですけども、その他にももちろんね、その21号ですが、5日時点の発表では11人の方が亡くなられたということで、屋根から転落したり、強風で転倒したりするなどして大阪で8人、愛知、三重、滋賀でそれぞれ1人が死亡したということです。はい、怪我人も多数出たこの台風なんですが、長野だったり新潟ですかね、あとそして北海道でも農作物の被害が、ね、多くあったということで、すごく心が痛い、ね、日本中が、こんな台風はこんなに、沖縄は台風慣れているけれども、ね、やっぱり家屋の作りがみんなコンクリートですし、家屋の作り方だったり、もう台風に対する対策が初めからこう、ね、整っている地域なので、
台風対策には慣れてるんですけど、やっぱり本土に向かうとあんなに大変なことになるんだなって、うちのうちの私たちから見てもちょっと怖さを感じました。はい。で、そんなね、ニュースでこう一日この台風のニュースの被害状況だったりする最中ですよ、北海道で9月6日、昨日ですね、昨日未明、3時8分ごろ、胆振地方を震源として地震が発生し、震源の深さが約37キロ、地震の規模を示すマグニチュードが 6.7 ということでね、これ最初震度6強と発表があったんですけれども、その後厚真町で震度7と発表がありましたね。うん。で、その北海道では震度7を観測したのは史上初めてということです。もうなんかね、たった1週間でこんなにいろんなことが起きるってすごく胸が締め付けられて、ごめんなさい、ちょっと私ちょっとうるってきちゃうんだけれども、うん。で、その北海道地震、ですね、7日午前、今日ですね、死者が16人、そして安否不明が26人という、ことで、今発表されています。はい。そして、ですね、道内の、はじめ、そうですね、道内全戸停電していたそうなんですが、現在では一部で電力供給再開、していて、ただし全面通電までは1週間以上かかると言われているようですね。で、北海道では今4割超えで停電は解消されている、ということで、火力発電所は順次再開していくという発表がありますが、まだまだ、はい、まだ停電してね、大変な思いされている方がいっぱいいると思います。ごめんなさい、言葉にならないんだけれど、停電の時ってやっぱりその情報がね、今はスマホの時代だったりするので、スマホとかで結構ね、テレビもそうですけれど、ね、スマホで情報なんかすごく早くキャッチできるんですけど、そういったものが停電によって充電ができないことが起きてたり、そういうのって私たち北海道とかその県外だからとかじゃなくて、日本っていうのは、日本列島っていうのはすごくそのね、地震が多い地域なので、どこにその地震がまた起きてくるのかわからないというのがあるので、私たちは本当に日頃から備えておく必要が必ず確実にあると思います。うん。東日本の時もそうでしたけど、やはりその充電、東日本が起きた後はね、やっぱりみんなそのできるだけその携帯の充電は切らさないようにね、しっかりこの充電をよくやってたと思うんですけど、やっぱりまたそういう防災意識も少しずつ薄れていく中で、やはりこういったことが起きてくると、しっかり日頃のね、防災対策含めて、こういった小さなこともね、充電をこまめにしておくとか、そういったこともやっぱりとても大切なのかなって今回思いました。はい。ですね、はい。そして、日本航空、全日空、新千歳空港で7日も欠航多数ということなんですが、はい。日本航空や全日空など航空各社では7日午前の時間帯を中心に新千歳空港発着便の欠航を発表しているということで、はい。ですね、この日本航空、全日空両社合わせて1万3000人以上の乗客に影響が出る見通しということでね、はい。新千歳空港の状況によっては今後さらに欠航が広がる可能性もあり、航空各社では出発前に最新の状況をホームページなどで確認してほしいと呼びかけているということなので、はい。ホームページでね、チェックしてからお願いします。さあ、続いて、気になるのは札幌市内、そうですね、札幌市内の今避難者数が、昨日の午後9時現在では、およそ6800人ということなんですが、気になるのは7日今日ですね、昼ごろから、予想される大雨ですね。その、大雨によって大雨が予想されているので、気象台は土砂災害に注意してほしいと呼びかけています。
また道内では余震とみられる揺れが続いており、気象台は今後1週間ほど最大震度6強程度の地震に警戒してほしいと呼びかけているとのことです。うん、そしてですね、はい、あと私たち地震が起きた後、その後ですよね、避難するときになんですけど、地震の避難の際に忘れがちなけれども重要なことがあるということでね、避難の際に、何が重要かっていうと、やはり火を消すことだったりね、元栓を閉めておくということももちろん大事なんですけども、避難する際にはブレーカーを切ることもとても大切ということなんですね。地震の時に電線が切れて停電になっていても、電気が復旧すると、通電して火災になることもあるということでね、気をつけていただきたいなと思います。うん、はい、さあ、また冬じゃないからね、今あれなんだけど、冬の場合だと電気ストーブを使っていたらね、この避難中に火がついて燃えてしまったりということもあるらしいので、その辺もね、やはり今紹介した話だけではなくて、日頃からやっぱり防災に対する、その今ネットとかではたくさん拾えますからね、情報、どういうふうに自分を身の安全を確保できるのか、そういったこともしっかり皆さんね、また改めてしっかり確認していただきたいなと思います。はい、とにかく今被災されて本当にね、今もうまだまだ昨日の今日なので、いろんなインフラもまだね復旧していない部分もありますから、その辺ね、本当に早く、一日でも早い復旧を願っています。うん、はい、さあ今日はそういった話題からお届けしましたが、私はすごく今気になっている、もうすぐに気になったんですけども、リスナーの北海道の本間さん、今もう多分ね、今日はラジオを聞けないと思うんですけれども、落ち着いた頃ねでいいので、はい、もう来週でも構いませんし、とにかく落ち着いた頃にね、ぜひね、大丈夫だよとか、そういったメッセージがいただければなと。今のね、ちょっとすごく気になって、北海道で地震って言った時にから、はい、こっちスタジオにもね遊びに来ていただいて、ご家族の方もねお話ししたことがあるので、すごく気になっています。はい、さあ、では、はい、今日もやさやさアンテナ、スタートしました。今日はですね、さあまずは最初はそうですね、はい、沖縄の、天気から行ってみましょうか。はい、まずはじめに、9月7日金曜日、本島中南部那覇でですね、曇り時々雨、最高気温が31度、最低気温は27度、降水確率はこの後24時まで 50% となっております。そして9月8日土曜日、曇り時々雨、最高気温が31度、最低気温は27度、降水確率は 60% です。9月9日日曜日、曇り時々雨、最高気温が30度、最低気温は26度、降水確率が 60% となっております。そして気になる9月14日までの向こう1週間は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。期間の終わりは高気圧に覆われて晴れるところもある見込みです。最高気温は期間の前半は平年並みか平年より低く、期間の後半は平年並みか平年より、高いでしょう。最低気温は平年並みの見込みです。降水量は平年並みか平年より多いでしょう。はい、ということで、今週の天気でした。さあでは、ですね、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fm79@fm-nirai.jp、 また FM にらいのホームページからも番組へのメッセージリクエストフォームからお送りいただくことができますので、そちらも合わせてご利用ください。はい、さあでは、今日もね一人ということなのでちょっと緊張しておりますが、はい、ですね、今日もこの後、約
50分ぐらい、もう、1時ぐらいまでですね、1時ぐらいまで、ダイヤル回さずにぜひぜひお付き合いください。本日のやさやさアンテナ番組内容ですが、オープニングの後はサコの街角探検隊、そしてお便りコーナー、今週の気になる記事、沖縄観光情報、そして沖縄のイベントコーナーとなっております。今日も北谷町加え北谷二来センター内 FM 二来本スタジオから生放送でお送りいたします。オープニングで、フリーペーパー沖縄ガイドブックヤサーと言いましたがね、あまり沖縄在住の方には知られていないと思うんですけれども、実は沖縄ガイド、ブックヤサー、実はですね、レンタカーを使う観光客の皆様にはよく知られていて、夏に沖縄観光される方ですね、 70% を占めます。レンタカーを使うレンタカーのお客様遭遇率ナンバーワンのフリーペーパーでございます。はい、グルメ、マリン、体験物など観光のお客様に必要な情報が満載でございます。ただいま、ヤサ51号が、発行中でございます。こちらはですね、どこでゲットできるかと言いますと、ちょっとお待ちください。はい、表紙はですね、かわいいですよ。今回の表紙はすごく夏らしい表紙で、今ユーストリームご覧の方は見えると思うんですけれども、こちら北谷町の美ら浜大使、ミス北谷みたいな感じのものが、コンテストがあるんですけど、その美ら浜大使の、はい、平田さんがですね、表紙になってますよ。はい、すごく海でね、足をこう、この水をねかき上げているような、すごく爽やかな写真となってますので、そちら、ご覧ください。こちらはですね、北谷町ですとラジェントホテル、ビーチタワーホテル、ベッセルホテル、ヒルトンホテル、テラスガーデンホテル、ホテルモンパ、ホテルハンビーリゾート、そしてホテルアメリカン、宜野湾市ではラグナガーデンホテル、ホテルフェストーネ、ムーンオーシャン、またサテライトスタジオすぐ近くのカーニバルパークやドラゴンパレスでも受け取ることができます。そして那覇空港ではコンベンションビューローカウンター、旅行総合案内所、LCC ターミナル売店専用スタンド、那覇市内ではユイレール各駅、レンタカー営業所、また沖縄本島全域のホテル、道の駅などでゲットできます。沖縄観光情報、オムリンとサコのやさやさアンテナ、皆さん、なかなかね、コミュニティラジオなんて聞いてないよとかいう方も多いかと思うんですけれども、いや結構ね、この番組聞いてくださっている県外からの方も本当に多くの方が聞いてくださっていて、いらっしゃるので、はい、ぜひね、いつもは聞くだけリスナーという方もいましたら、ぜひぜひ、今日私一人なのでね、ちょっと寂しい、スタジオから寂しくお届けしておりますので、よかったら皆さんメッセージね、お待ちしております。この番組は ABC レンタカー、ABC 空港パーキング、ABC 旅行センター、日本そばダイニング上昇釜でおなじみ株式会社 ABC サービス、石垣島ゆいまる牧場直送の石垣牛金城フィーフが食べられる北谷町北前の焼肉金城、沖縄を見せる、気持ちを伝える、生活を支える朝日堂はあなたの気持ちを形にします。愛する沖縄のためにお任せください。朝日堂のご協賛ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブックヤサを発行いたします株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたします。それではここで一曲お届けしたいと思います。いつも私、そうですね、東日本の大震災の時にも、その東日本大震災の時じゃなくて、その毎年ね、3月だったり、あと何か災害があった時にはこの曲をお届けしてるんですけれども、はい、バンクバンドの曲からお届けしたいと思います。バンクバンドで To You。
怪我などなかったですかね、本間さん。まあ、よかったです、本間さん。今、ユーストリームは見てないかな。あ、よかった、ちょっと、ほっとして。ご家族もね、スタジオ来てたので、よかったです。大きな怪我もなく、無事だったというメールが届いているので、よかったです。うん。いやいや、安心しました。その、SNS とかでもね、つながってないので、どんなような状況になってるのか、全然わからなかったので。はいはいはい。いや、とにかく、よかったです。大丈夫だったんですね、ご家族の方もね。はい、うん、はあ、本当に安心しました。でも本当ね、引き続き多分大変だと思うんですけれども、とにかくね、二次災害などにも気をつけてくださいね。うん、
ユーストリームをご覧の皆さん、今、ラジオの方ではバンクバンドの To You をおかけしております。ユーストリームは著作権の都合があって曲はお届けできないですが、もし曲も楽しみたいなという方がいましたらラジオの方からお楽しみください。そして普段はいつもはこの時間ね、オムリンさんがいるときはいつも2人でユンタクハンタクしてるんですけれども、今日ははい、私一人なので、はい、何も話してない感じですけど、はい、スクの日本そばダイニング上昇釜、全国有名産地のそば粉を使って自家製麺打ち立ての日本そばが食べられます。板前さんが目の前で揚げてくれる本格的な日本の天ぷらも食べられます。ジャズピアノが流れるおしゃれな店内で宴会もおすすめ。ご予約お問い合わせは 098-859-0666。 日本そばダイニング上昇釜。沖縄ガイドブックヤサプレゼンツサコの街角探検隊と、行きたいところなんですけど、曲の合間にメールメッセージが届いたので、そちらをちょっとね紹介したいと、先に紹介したいなと思います。はい、サコさんこんにちは。被災地から本間奈緒です。番組冒頭でご心配いただきありがとうございます。繰り返しになりますが、北海道で昨日の午前3時8分ごろ、今まで経験しなかったような大地震が発生しました。当然自宅で睡眠中でしたが、飛び起き揺れが収まるのを待って被害状況を確認しに行きました。幸い写真立てが落ちてガラスが割れていただけでしたが、その後北海道全域で停電となりました。札幌でも液状化により自宅が斜めになったり車が埋まったり、一番被害の大きい阿比良町では土砂で家が崩壊して死者や未だに安否不明者もいる状態です。今日の未明、自宅は約24時間ぶりに通電して、とりあえず通常の生活が少し戻ってきましたが、それでも北海道全域の3分の1程度で復旧に1週間以上かかる見込みだそうです。職場は未だに停電中で、これから仕事にも影響が出てくると思われ、当面の間はいろいろと復興に尽力しなければいけなさそうです。まずは家族ともに大きな怪我もなく無事だったことをお伝えして、今回のメールとさせていただきます。そして先ほど新千歳空港と北海道新幹線が開始したようです。札幌の地下鉄と市電も午後から復旧予定とのことです。それではまたメールします。なばらちばりようということでメッセージいただきました。本間奈緒さん、もうごめんなさい、私もよかったって安心で、なんかね、もうよかったです。本当に私 SNS とかでもね、ちょっとさっき曲の合間でもね、ユーストリームの方では話をしてましたけれども、とにかく SNS とかでもつながってないのでね、もうこのラジオしか頼りがなかったので、本間さん大丈夫かなってすごく気になってて、はい、でも良かったです。うん、いや良かった、本当に安心しました。スタジオにもねご家族で来ていただいたので、顔も知ってらっしゃいますし、知ってるし、あと直接ねお話もしているので、すごく気になってて、その地震が北海道であったっていうのを知った時からね。でも良かったです、ご家族みんな無事ということでね。はい、ただこれからそうですね、いろんな、もう本当にニュースから見ると、ってね、
本当にその人の背丈ぐらいの高さのね、地面がこうこんなに、こんなにあの液状化でそんなに沈没しちゃったのっていうぐらいね、あのね、なってたり、そんな状況で一体これからどれぐらい復興にかかるんだろうって、はい、すごくねニュース見てても本当にその被災地の様子が伝わってくるんですけど、やっぱりね、あの実際その被災地にいる方からしたら画面では伝わってこないような大変なことだと思うんでね、これから本当に大変だと思うんですけれども、はい、あの一日でも早い復興、祈ってます、願ってます。はい、今日はそんななんかあの慌ただしい中ね、あのメッセージいただきありがとうございます。とにかく無事が確認できた、あのすごく安心しました。多分リスナーの皆さんもね、あのよくメッセージ送ってくださってるリスナーの皆さんが安心したと思います。うん、はい、なんか私もちょっと今ねまだちむどんどん、ちむどんどんって沖縄の言葉でちょっとなんて言えばいいのかな、すごく胸がすごくあの波打ってるっていうような状態のことを言うんですけどね、よかったです、落ち着きました。でも本当にあのこの災害でね亡くなられた方だったり大変な怪我されてる方もいますし、またあの断水されている地域もあるということなのでね、本当にまだまだですね、それに余震もまだありますし、これからあの強み強いね、また、地震もあるかもしれないということで、本当に二次災害などにも気をつけていただきたいと思います。はい、メッセージありがとうございました。さあ、ここでそうですね、次の、コーナーに戻っていきましょうか。先にねどうしてもメッセージを紹介して、リスナーの、 あの他のリスナーさんも気になってると思ったのでね、先に紹介、しました。はい、さあではコーナー、いつも通りのコーナーに戻っていきますが、ですね、はい、何のコーナーだったっけあ、はいはい、そうでしたそうでした、ですね、佐古の街角探検隊のコーナーでした、はい、佐古の街角探検隊ということで、ですね、今回紹介するお店は北谷町にありますピザイン沖縄です。皆さんピザイン沖縄って言ったらもうこの地元ではすごい有名です。本当にすごい有名で、特にその中部に住んでる方はもうほとんどみんな行ったんじゃないかなって、行ってるんじゃないかなっていうぐらい結構有名なお店になります。地元にすごく愛されているお店になりますね。ピザインの前はねキナズキッチンっていうキッチン、カジュアルなレストランがあったんですよ。もう覚えてる方すごい少ないかもしれないんですけれど、バイキングスタイルでね、私が小さい時すごい人気で、そのお店の後にピザイン沖縄に変わったんですけれども、そのピザイン沖縄、58号線沿いでもないか、58号線からちょっと入ったところにあるんですけれども、北谷町の嘉手納基地の第一ゲート前にの近くにあります。お店の店内はね本当に一気にアメリカンムードに包まれる雰囲気です。はい、もう入った瞬間アメリカンな感じのお店でね、はい、で店内はどうだろう、とにかく映画とかにも出てきそうな感じのおしゃれなレストランなんですけれども、おしゃれっていうかアメリカンな雰囲気ですよね。はい、でやっぱりちょっと建物自体はもうすごく古いというか昔ながらなので、新しい建物ではないんですけど、それもすごくいい雰囲気がにプラスになってます。はい、で地元の人はとにかく本当に好きで、部活の子たちもいたり、部活お帰りの子たちもいるし、ファミリーもすごい多いし、とにかく地元に愛されるお店プラス外人の方、外国の方が多いです。基地の方もとっても多いので、基地のね軍服着ている方がお昼休みにランチタイムに来てる、でランチだったらねよく見かけますし、あと週末になるとご家族でね、そのファミリーで基地の方、中のね基地の方だったり外国の方多いですね。はい、でプラス観光の方もちらほら見受けられます。
でもやっぱりそういうお店なので、本当に味わう、沖縄の人どこに行ってるっていうと、大体こんなこういうお店に行ってますよ、はい。だから沖縄の言葉がじゃんじゃん聞けます、はい。で、ピザはですね、ペパロニとかマッシュルームとか乗ってる、とにかくアメリカンスタイルっていうか、ニューヨークスタイルって言えばいいのかな、薄い生地のものもあれば、パンピザみたいなものもあるんです。パンピザがね、あんまり出てこないからね、私はいつもちょっとオーダーしたくなるんだけれど、パンピザが出てなかったら、薄めのね、クリスピータイプのばっかりだったら、ちょっとオーダーしてもいいかもしれない。できるかな、わかんないけど、パンピザタイプもすごいボリュームがあって美味しいです、はい。で、サラダだったり、あとタコライスも食べれます、カレーライス、それからね、あとね、コーヒーもあったかな、あとソフトドリンクももちろんあるし、で、チョコレートのね、ケーキっていうか、マフィンでもないな、スポンジケーキっていうか、はい、アメリカンチックな、それもアメリカの味がします、そのケーキも、はい。なのでそっちもおすすめで、クラッカーがあったり、サラダがすごい美味しいです。種類も豊富で、とにかく種類が豊富です、サラダが、はい。なので行って損は絶対ないですよ、はい。なので沖縄に来た方、ぜひぜひピザイン沖縄行ってください。損はしないです。で、値段がね、ちょっとこの間、ちょっとこの間からちょっと変わったんですね、料金設定がね。1000いくらかだったかな、それでもそんなに高くないよ、全然。多分ね、中学生以上1050円とかそんなもんだったかな、1100円ぐらい前後では食べられますね。なので1500円とか2000円とかするお店じゃないので、ぜひぜひ足運んでみてください。おすすめです。はい。うん。で、ただすごい混んでる場合もあるので、その辺がね、ちょっと混んでるなって方、混んでるの嫌だなって方にはちょっとおすすめできないかもしれないけど、店内の雰囲気だったり、値段もすごくリーズナブルだし、その種類の多さもすごいし、ぜひぜひ、はい、せっかく沖縄までね、来て、来られる、チャンスがあるなら、ぜひね、ピザイン沖縄さん、北谷町にありますピザイン沖縄にもね、足を運んでみてください。はい、以上、街角探検隊でございました。さあ、では、ここで一曲お届けしたいと思います。はい、この曲、いつも私またね、この曲もお届けするんですけれどね、何か大きな災害とかがあった時はお届けしてますが、小蛇美佐子さんの曲からね、お届けします。アメイジンググレイス、皆さんね、アメイジンググレイス分かると思うんです。それをね、内縄口バージョンにして小蛇美佐子さんが歌ってます。最初がですね、くぬふしにまり、くぬふしにすだち、ナフィンくぬふしゆちゅらくあらな、という言葉から始まります。これは訳すと、この地球に生まれ、この地球に育ち、どうかこの星がいつまでも美しくありますように、はい、そしてここから始まるんですけど、最後は平和ウニゲーで、終わります。これは平和ウニゲーっていうのは沖縄の方言で、平和を願うという言葉です。ちょっとね、いつも聴いているオリジナルのね、アメイジンググレイスとは違って、また小蛇美佐子さんの声、すごく癒しをね、癒しされる声ですので、そしてまたちょっとね、内縄口バージョンということで、はい、よかったらお聴きください。それではお届けします、小蛇美佐子さんでアメイジンググレイス。
はい、番組ラジオの方では小嶋美佐子さんのアメイジンググレイスをお届けしてます。すごく癒される声なので、よかったらねラジオの方から聞いていただきたいなと。 YouTube の Ustream の方ではね、どうしても著作権の関係で音楽流すことができないので、はい、もし見れないという方、聞けないという方はよかったらぜひもしかしたらネットとかにも上がってるのかな、はい、よかったら聞いてみてください。で、小嶋美佐子さんのこの曲、アルバム「めぐる命」っていうアルバムに入ってるんですけども、見えるかな、はい、入ってるんですけども、このアルバムがすごく良くて、アメイジンググレイスは10曲目に入ってるんですけど、その前にもねすごくいろいろいい歌詞があるんですけれど、そうですね、ちょっと待ってよ、あれどこ行ったかな、あ、ポメロイの山々っていう歌が2曲目に入ってるんですけど、これもすごくよくて、今日かけられたらよかったけどちょっと今日は無理そうですね。うん、これアイルランドの民謡を小嶋美佐子さんが日本語で、あ、日本語じゃない、内縄口バージョンにしてね変えて歌っているので、いるんで、すごくアイルランドの民謡もすごくよくって、曲調がメロディーがね、なんかこう、なんだろう、あれ何の音なのかな、ケルト音楽っていうのはね、笛とかがすごく特徴的で、すごくかなんかいい歌なので、こっちも聞いてほしいなと思います。はい、小嶋美佐子さんのポメロイの山々、これもよかったらぜひね聞いてください。はい、やっぱりでもオムリンさんがいないと本当に寂しくって全然ね、雰囲気が変わるでしょ。オムリンワールドをみんな楽しみにしてると思うんですけど、残念ながらもしかしたら来週も見れないかも。オムリンさんなんか都だったかなに行くとか言ってて、うん、仕事で、はい、もうこれねたっぷり都お土産を買ってきてもらわなきゃいけないねはい、あ、でも宮古行かれたことありますか？私一度だけ会ってすごいよくって、どこに行ったかな、誰さんのお庭っていうところに行ったり、あとね大神島の方までも足を伸ばしました。すごい綺麗だった、海とかが、うん、であんなに平たいのね向こうね、それもびっくりしたし、友達が宮古出身でね、また来年ぐらいに遊びに行こうかなと思ってるんですけれど、あ、はい、さあそろそろ曲が明けそうなのでラジオに戻っていきたいと思います。ステーキ、焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しいお肉をお得に食べよう。北谷町北前、石垣牛、石垣島アグー専門店、焼肉近所、茶壇本店、石垣島の牧場から直送だよ。焼肉近所、やん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 。沖縄ガイドブックやさプレゼンツ、今週の気になる記事、そして観光情報のコーナーでございます。
さあ、今週の気になる記事、まず一つ目。これは、はい、9月7日8時頃に発表されたやつかな、熱帯低気圧、台風にならず沖縄の南を北西へということで、気象庁は7日沖縄の南を北西へ進んでいる熱帯低気圧について、台風に発達する可能性は小さくなったとの見解を発表したそうです。6日に台風になる、可能性があるとして注意喚起していた、ということでね、はい。さあ、続いての話題をちょっと待ってくださいよ。続いて、これは、これ沖縄タイムスからなんですけども、日本大変だよねがきっかけ、募金が1週間で33万円、広がる高校生の SNS の底力ということで記事がありました。これは、7月の西日本豪雨災害の復興支援をしようと、沖縄県内の高校生が SNS で仲間を募り、8月の中旬頃かな、に1週間募金活動に奔走したということで、集まった金額が33万3000円、8月29日に日本赤十字社に託したということです。はい、これは発起人の子が高校3年生の肥後さんという女の子なんですけれども、その子がね、海外に住む知人から日本で災害が起きて大変だよねというメッセージが入ったことがきっかけだったそうです。同じ日本にいてニュースを見て、大変だなとしか今まで思ってなかったけれども、何かできることはないかなって考えさせられたそうです。で、その肥後さん、海外の知人に気づかされたように、自分も誰かを気づかせられる人になりたい、同じようなことを思っている人も県内に大勢いるかもしれないと自身の考えを企画書にまとめたそうです。そして活動の場所探しだったり、もうとにかく全部が手探り。壁にぶつかることもあったけれど、やらないよりはやった方がいいという思いで突き進み、ツイッター、クラスのね、だけじゃなくて、ツイッターや LINE など SNS で呼びかけると30人が集まったということで、そしてその30人でね、1週間で33万近くを募金で集めることに成功したということで、肥後さんは、被災地では受験生でも復興作業で思うように勉強ができない人がいるはず、私は同じ受験生、高校生という立場で見過ごせないという方ということを語ったそうです。高校生でさ、こうやって何かをしようってね、考えられるわけだから、大人の私たちも考えなきゃいけないですよね。ボランティアに直接現地に行くことができないっていうのはもちろんそれぞれの事情があるので、それはできない、もしじゃあそれなら私には何ができるかって考えた時にね、募金でもいいですし、それからやっぱり祈る力、願う力もすごく届くと思います。願う、こうね、復興が一日でも早くって願う気持ちっていうのは必ずどっかにね伝わっていくものだと私は信じてるのでね。で、もし募金ができるんであれば、今コンビニだったり、あと大手のね、なんていうのかな、スーパーだったりでも募金ができますから、そういったところでも、またネットでもねできるようになってますから、そういったところで、私は特にその買い物した時に、本当にちょっとビビたるもうお金なんですけど、10円とかもう1円とかでも、そういったことでもちょっとずつ一気にできなくても、ちょこちょこちょこってね、はい、やったり、ちょっとある時は100円とかね、そういった風にやる、その都度その都度やっていくだけでもいいのかなって思いますよ。はい、なんかもうね、北海道の方の地震の募金活動も始まっているようなので、その辺も合わせて皆さんもねチェックしてみてください。ただその募金をね、本当に信じられないんだけど、その本当に善意あるこの募金活動を詐欺目的でね使う人たちもいる、詐欺としてこうね募金を集めたりするグループなんかもいるようなので、そういったのにはとにかく気をつけてくださいね。はい、さあ続いての話題、まだいけるかな、もうこうああだこうだいろいろ話してるうちにあと10分しかなくなってしまいましたが、ちょっとじゃあサクサクといきます。
学校内の不発弾発見ということで5年で67件、戦後73年の沖縄避難所、避難処理は5件という記事がありました。これは2013年から2017年度、学校内での不発弾発見が67件、うち避難は5件あった。そして公共工事では磁気探査の義務があり、校舎改築の工事中などに発見されるようです。戦後73年経っても古い校舎などでは埋没している可能性があるということでね、やはりどんなに、ね、経ってもやっぱりそういった不発弾のが埋没している可能性があるっていうのはなんだかねちょっと不安なんですけれども、はい。さあ続いて、那覇の新しい顔バスターミナルもうすぐ完成ということで、花風の朝日橋が23日落成祝賀会を、開催ということですね。これは予定しているということです。この、 那覇のランドマーク、新たな那覇のランドマークとなる複合施設は地下1階地上11階建て、バスターミナルや多言語観光支援センター、そして商業施設オーパなどが入居する予定です。10月1日開業予定のバスターミナルが運用を開始次第、一般客も利用できるようになるそうです。県立図書館は12月に開館予定で、その他の入居施設も順次開業していくそうですよ。さあそしてもう一つは、渋谷に沖縄がやってくるということで、9月7日、今日ですね、青森沖縄音楽祭2018が、7日午後6時半から東京渋谷のライブハウススターラウンジで開催されるそうです。泡盛に親しむ機会の少ない若い世代に新しいスタイルの泡盛の飲み方を提案するのが狙いということで、県出身の東京在住ロックバンドテラスやシンガーソングライターの玉木さん、などなどね、若手アーティストが出演するそうです。さあ続いて、もうあと7分ぐらいしかない、どれから行こうかな。はい、あとね、これは沖縄じゃなくてアジア5カ国の人がハマっているキャラクターグッズの調査結果が発表されました。これがね、これはね、面白いよ。やっぱり強いのは、そうだね、ドラえもんがすごい強いですね。ドラえもんの後に、ポケモン、ハローキティ、そしてドラゴンボール、隣のトトロが3位内を占めてますね。各国、インドネシア、タイ、マレーシア、台湾、香港でね。でもね、知名度ナンバーワンの座はドラえもんが独占してます。このドラえもんが1位ですね。圧倒的にやっぱドラえもんはすごいのね。はい、ということで、あともうちょっとあるさあどんどんいきますよ。さあ続いてはちょっと待ってよ、沖縄マリオットリゾート&スパがプロポーズプラン発売したそうです。そしてアマゾン楽天市場のショッピング利用者数が 56% に、スマホのみの利用は7割超え、メルカリ利用者は1778万人ってすごいね、もう。はい、そしてセブンイレブン店頭端末でハトバスツアーを販売開始したそうです。定番コースなど100コースということですよ。さあそして9月の連休の混雑予測は、前半に福岡、宮崎がかなり混雑、京都や金沢は空いているということです。現時点ではね。はい。さあこれ9月3日発表時点ですね。さあ続いて地域の魅力、あ、これは違うな。はい。もうそろそろ、あ、もう大変時間が迫ってます。ここでちょっと一旦 CM 入ります。気持ちを伝える、生活を支える、洗練された環境、一貫した管理システムで朝日堂はあなたの気持ちを形にします。愛する沖縄のためにお任せください、朝日堂。沖縄ガイドブックやさプレゼンツ。それでは今週の今週のイベントコーナーの時間ですが、その前にメッセージ紹介します。佐古さん、東京からラジオネーム沖縄移住計画ありです。本間さん、ご無事で何よりです。しばらくは何かと大変なことと思いますが頑張ってくださいと、メッセージ本間さん届いてますよ。
そう、やっぱりリスナーさん同士で気になりますよね。でも本当に本間さんが無事で、ね、ご家族も皆さんも、怪我、大きな怪我などもないということで安心しました。はい、さあそして9月に入って台風、地震と災害が続きましたが、もともと日本は自然災害が少なくないので多少の備えは大事ですね。家が倒壊してしまったらどうしようもないですが、水、食料、トイレなど、3日から3、4日ぐらい、3、4日くらいの備蓄はしています。これらはできれば使いたくないですが、いざという時きっと役に立ってくれると思います。ではではです、ということでメッセージいただきました。うん、本当に備えあれば憂いなし。うん、でまた特にね、本当にこの数年っていうか、この災害の規模がどんどん大きくなっているでしょ。特に台風なんか、なんでこんな進路今まで見たことないっていうような進路取ったりね、とかあと地震ももういつどこに来るのかわからないようなね、状態で、私たちができることってやっぱり備える、そして知識を深める、ね、そういった対策もしっかり必要だなと思います。はい、沖縄さんありがとうございます。さあでは、今週のイベントコーナーに移っていきたいと思います。今日もあとちょっとしかないから時間がさささっといきますよ。まず、第13回うるま市エイサー祭り、花火も上がりよ、うるま市エイサー祭り、きらびやかな衣装や躍動感あふれる、舞に注目ということで、9月8日土曜日、そして9月に、9日日曜日、うるま市、与那城総合公園陸上競技場で行われます。さあ、続いては、参加無料、はしご車搭乗体験にレスキュー体験、消防指令センター見学など、那覇市救急防災フェアが9月8日土曜日に、那覇市消防局構内で行われます。はい。さあ、そして続いて、9月8日土曜日、サンサンピクニック、ものづくりのワークショップに美味しいフード、ヨガや音楽も、東村に遊びに行こうということで、東村立大和水の生活博物館にてサンサンピクニックが開催されます。そしてこれは第11回手だこキッズファーストファイヤーフェスタ、参加費無料、憧れの消防士のお仕事を体験できるよということで、9月9日日曜日、バークレーズコート屋外駐車場で開催されます。続いては9月9日は救急の日、救急体験コーナーほか、ドクターカーや消防車も来ますよということで、イオンモール沖縄ライカムでは9月9日、1階グランドスクエア水槽前アライバルゲートで、イベントが開催されます。はい、そして子ども会のエイサーもあるよ、いろんなエイサーが見れるよ、見ないと損、平成最後のエイサー祭りということで、第22回宜野湾市青年エイサー祭りが9月8日土曜日、そして9月9日日曜日、宜野湾市民広場にて、これ市民市役所の向かいにありますね、で行われます。はい、そしてもういいかな、あとはまた別の番組で紹介していきましょうかね。あとは安室奈美恵さんの展覧会ですね、奇跡をたどる展覧会、これが9月16日日曜日まで沖縄市のプラザハウスショッピングセンターで行われております。はい、そろそろもうエンディングの時間がやってきました。早いね、あっという間の1時間だったんですけれども、時の経つのは早いものです。今週もエンディングのお時間となりました。沖縄観光情報、オムリンとサコのやさやさアンテーナ、この番組は株式会社 ABC サービス、焼肉金城、朝日堂のご協賛ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブックやさを発行いたします、株式会社オーバ沖縄の提供でお送りいたしました。はい、来週もオムリンさんは多分お休みでございます。ちょっと寂しい、オムリンワールドがね展開できないのが寂しいと思いますが、皆さんゆたしくうにげさびら、そしてとにかく今日はね、リスナーの、北海道のリスナーの本間さんがね、無事であったということが確認できたのですごく安心しています。はい、他のリスナーさんもからでもねメッセージあったように安心しました。でもとにかく今ね被災地にいられる、いらっしゃる方はね、とにかく大変な思いしてると思います。一日でも早い復興を願っています。では皆さん、また来週お耳にかかりましょう。
See you next week. Bye bye. はい、ユーストリーム YouTube をご覧の皆さんありがとうございました。また来週よろしくお願いします。